で、じゃあ次は。フレックス。フラックスですね。フラックスですね。はい。これも最近、搭載された機能で、フラックスモードって言います。はい。まあ、某メーカーの、まあ、スリップモードっていう、まあ、CDJ で、まあ、有名なモードがあるんですけど、そんなような感じです。具体的に言えば、ループなんですけど、基本的に。例えば、A 点から B 点までをループします。で、普通のループは、まあ、すっちゃ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 って戻って、ループ解除になったら、その時点から、また曲が始まる。例えば、1分のところを始点にしてループをかけたら、ループを解除したら、また1分のところから始まります。だけど、フラックスモードに関しては、ループしてる間、曲の時間軸は自動的に進んでいきます。で、解除したら、1分のところで始まるんじゃなくて、そのループしてた時間分のとこから始まります。でそれは一体何が嬉しいかっていうと、曲の全体的な小節っていうのが変わらないので、まあイナなんかもずっと現場でやってるんでわかると思うんですけど、お客さんって結構適当に踊ってるようで小節を感じながら踊ってたりとかするんで、小節がなんか奇数でずれちゃったりだとかするとあれみたいな感じに、あの曲をつなぐ時になっちゃったりとかするんですけど、フラックスモードはそういうことを気にすることなくガンガンループができるという感じになってます。じゃあちょっとこれをやってみてもらっていいですかね。はい、はい、まずフラックスのこのボタンですね。これを押すと、で押してる間だけループするという感じになりますね。割と結構今までって普通のミックスの中でループを使うのって結構なコツがいるというか、ちゃんとその8小節とか16小節で抜けなきゃいけないとかじゃないと違和感が出るんでっていうのがあったんですけど、そういう小節の概念を気にせずに、もうどん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 やっちゃえるというのがフラックスモードという感じですね。はい。で、あとはホットキュー。ホットキューは、さっきもサンプラー、まあ、ちょこっと触れたんですけど、まあ、これが基本的にホットキューになります。リミックスデッキっていうのがありまして、リミックスデッキの時は、これがサンプラーに変わります。普通の場合はホットキューになります。で、設定の仕方なんですけど、例えばですね、曲の展開が変わるところで、ちょっと、この辺にしようかな。この辺で、じゃあ、設定を。セットされてたね。まあ、このポイントで、Q を打ちたいとしたら、もう簡単です。ここで、ここのホット Q のボタンを打つだけです。トン。はい、打ちました。はい。で、そうすると、まあこんな感じで、という感じです。はい。で、調子に乗って、もうちょい設定してみましょうか。じゃあここ、はい、いきますね。はい、2番押しました。
にしてみようかな。で3番押しますね。でここ行きましょうか。まあ、こんな感じで、イージーにアサインができると。で2番ですね。で3番ですね。ではい、簡単に、できると、まるでサンプラーのかのように扱ってもらえるという感じになります。でさっき言ったように、C デッキに注目してください。まあ、CD ですね、これはトラクター 2.5 から実装されたリミックスデッキというものですね。このリミックスデッキに関しては、これが結構初心者の方とか、まあ、機械詳しくない方はですね、これ2個しかないじゃんと。だけど ABCD どうやって動かすのっていうふうに、思われる方がたまに質問いただくんですけど、めっちゃ簡単です。ここに、AC っていうボタンがあります。はい。で、翻って、こっちですね、こっちは BD というボタンがあります。これを押していただくだけで大丈夫です。今は C と D に、リミックスデッキサンプラーがアサインされています。はい、ですね。でもこれを押すだけで、という感じで、簡単に、みんなの好きなポーポーができると、はい、はい、いう感じですね。はい、ファイヤー。はい、まあお笑いネタなんかも仕込む人もいますしね。そうですね、はい、それでは開演ですとかね、そういうやつとかね、はい、まあいろいろ工夫次第で使ってもらえばいいかなというふうに思います。